乱世は魏、呉、蜀の三国による帝律の時代を迎える。この時曹操は天下のほぼ半分を領し、最大の勢力を誇っていた。その勢いをくじくべく、劉備と孫権は東西から同時に魏へと侵攻。孫権は合肥へ、劉備は漢中帝軍山へとそれぞれ軍を進めた。絶妙な機に仕掛けられた二面作戦。特に帝軍山を睨む蜀の陣容は並ならぬものであった。帝軍山を守るは曹魏を黎明から支える宿将夏侯淵。その構えはまさに鉄壁だが、戦に絶対ということはない。各家は万全を期すべく帝軍山への増援を権限。曹操はこれを入れると天意を伴い自ら軍を西へと進めた。漢中の峰々に曹魏の将士の機嫌がほとばしる。各方向勝利は確定かな。漢中は蜀との戦線の用地、何としても守りきるのだ。蜀がかなり戦線を押し上げているね。まずは夏侯淵殿を救援し守りを固めようか。敵の陣が丸見えじゃない。この首捕らえ受ける。いざ今戦は知略でするもの。よい、知るがよい。まずいか。あの島さん、あげるよ。このままじゃ夏侯淵の大将が危ねえ。反応しないって手助けせにゃ。あの島さん、あげるよ。あの豪華者の相手をせい。今こそ、今こそ、
絶対負けねえからな。敵将討ち取った。見事だ閣下よ。義士は地位の名物を天から授かったのだな。来やがれ。お前なんざひとひねりだ。お、すくだちくださるか。一度引き体勢を立て直しましょう。全軍米軍山より撤退してください。この敵今どうも裏がありそうだね。あとわずか回り込んで侵入しよう。たった一人で残る我が知略の餌食になりたいらしい。楽しませてあげるよ。今は戻って策の練り直しだ。敵将を撃ち取った。この超飛竜が止める。
熱くなりすぎたな。ここは引くよりしゃあねえな。敵将撃ち取った。落とされたいのかな。落とされたいのかな。食を完膚なきまでに叩く。戦線を押し上げ、敵を追い込むのだ。お見事、見せつけてくれますな。あげるよ。なんとも勇ましき見せざぶり。これより先へは行かせません。私とトラセンサがお相手しましょう。そろそろ上げようか。褒めてもらえるとは幸運だね。では
そろそろ仕上げていこうか。見事だ、各界を。受け主は真偽の二物を本気をね、天から授かったのだな。私の計算を超えていましたか。仕方ありません、ここは引きましょう。うまく職を退けられたようだね。さあ、帰って宴の準備に取り掛かろうか。